はいどうも。じゃあ今回は今シーズンに出た新武器だけ縛りということでやっていきます。ミニガン持つことになると思うのでブルータスだね。どこだ肩幅。いやミニガン持つならブルータスよ。新武器で何がある？コンバットアサルト、サイドウェイズミニガンライフル、3本だけかな。肩幅がすごい。あれグライダーちっちゃくなった？傘のサイズがなんかちっちゃくなった気がする。とりあえずコンバットアサルトは出てほしいな。おい、引き運強っ。あっさり出よるわ。銃弾には作らって倒れないのか、あの鶏は。ショットガンが持てないっすね、これ。なんか、2便率ちっちゃくなったな。気のせいかな。ブルータスマジかよ、こいつ。ダマの入れ墨入れてたんか。そらおもろいわ。あ、すぐ近くにあるじゃん、世界を救えば。肩幅すごいな、相変わらずブルータスさんよ。ミニガン。めっちゃ SP 削れた。シャミニガンゲット。ハイドウェイズライフルは出てないけど、まあいいや。コンバットアサルトがある。さあ、これが新武器2本。ちょ、砲器が、ちょっと新武器じゃないけど。砲器武器じゃねえわ。ああ、ショットガン持ちたいんですが。ブルータス、身のこなしすごい今の。一回転したけど、砲器乗りながら。あ、くそ。おっちゃげん。久しぶりに使ったけど、やっぱ強いな、ミニガン。僕の敵です。どこ行くの？どこ行くの？連射武器縛り普通に強いな。新武器縛り今シーズンに出た武器強武器だわ。絶対この入れ墨のせいで逃げられてるって。ブルータスの怖いもん入れ墨。あ、怖くないわ。ラマの入れ墨だったわ。可愛い入れ墨でした。絶対肩幅のおじちゃんか、ラマの入れ墨のおじちゃんって覚えられてるよ。あ、こんな戦ったのにまだ1キルだけど。今シーズンの新武器、競技に欲しいわ、これ。あ、競技にあるわ、ミニガンは。クレアさんは入れ墨入れますか？じゃあ俺も猫の入れ墨は頭皮に入れようかな、じゃあ。スキンヘッドにして、頭にでかい猫の入れ墨をね。あー、ポン使いたいなぁ。誰で撃ってきたやつは。思ったらミニガン使い始めて。いや、いらないな、ミニガン。よっしゃ、行こう。危ねえ、道を踏み外すところだったぜ。ブルータス折れちゃうよ、ほうき。大丈夫？これ、ほうきしんどそうだって。ブリブリ揺れてやがる、このほうき。ブルータスの重みのせいで。あいつって何なの？見たことないキャラじゃねえ。あ、ゼロポイントの中に閉じ込められたあいつじゃないんだね。ダメだ、これはもうミニガンで行くしかねえ。
あ、おーしー、うわ、せこいぞ村ポン。お前、俺は捨てたんだぞ。え、ロケラン飛んできてんの？誰に向かって？そこにいるの？あ、後ろね。ミニガンマジ似合うな、ブルータス。ほら、ブルミニを思い出すね。ブルータスのブルブルミニガンを思い出すわ、これ。マジ強かったね。あれがマジ最強のミニガンだったからな。間違いなくブルブルミニガンが最強。お、新武器縛りか。上のやつ。ちょっと怖い。ブルミニの方がゴツかったかな。もうちょっとなんかどうだろう。やっぱこういうなんか宇宙人的な武器よりもさ、バリバリのメカ感ある武器の方がこういうの。ブルミニデザイン良かったよな。貫通しなくなったら次はこっち。その距離ジャンパーで一発よ。やばい、リブートされる。この紫ゲージの維持が強すぎますよ。え？わー、強化できるじゃん。 Oh no！ レールガンあるの？困るわ。紫ゲージ、おぼえ、危ねえ。ショットガンせこいんだけど。そういう戦いできないんだな。ずるいよ、ちょっと。折れちゃう、ほうきが。あいつ、レールガン持ってるから怖いな。Nope。 許してよ。この人ガチです。ガチ反対。ガチ反対。俺よりいいボンバット当たると思ってんねん。おお、思ってそうなものを作っておいて回復しよう。いや、新規どれも強いわ。反撃したわ。も俺もガチだけどな。ブルータスでミニガン使ってるもん。相当ガチ。1HP？ ピンポンしか勝たん。